はい、こんにちは。速稼塾の久保でございます。あと暗号通貨のことなんですけども、まあね、大暴落みたいなね、そんな動画上げてる人たくさんいるんじゃないですか。私の場合はね、大暴落とは別に思ってないんですけども、というのが 2,3 日前にイーサリアムも買いましたよってお話をして、1日経ったら1万円儲かったって言いましたよね。瞬間的なものなんですよこれね。1日単位で見ると上がったとか下がったとか言えるんですよ。でも肝心なのは、まあ、投資の期間っていうのがいつに設定してるかなんですよ。それはみんなそれぞれ違うんですよね。例えば10年で見てるとかね、30年で見てるとか、1日2日で見てるとかありますよね。おおむねね、短期間のやり取りで右往左往する人ってものすごく原資の少ない人なんですよ。だから自分の余剰資金じゃなくって、それこそね、50万とか100万ぐらいで細々とやってる人、持ってたら10万円ぐらいで細々とやってる人ね、こういう人は1日2日の上がったり下がったりに一喜一憂して、ともすればね、うわ仮想通貨大暴落ですみたいなね、そんな動画を慌ててクリックしちゃうんですよ。いや、もっともっとね、豊かに考えていかないと、ね、私いつも言いますけども、暗号通貨をいろいろとね、知り出した、勉強しだしたのは2014年なんですよ。で、2015年にビットコインのこともよくわからないままにカルダノってものを購入しました。それから2年か3年かくらいね、カルダノってのがどうなのかわかんない状態のまま、ビットコインを買ってみたりとかね、イーサリアムをね、買ってみたりとかね、暗号通貨のセミナーやってみたりとかね、なんかいろいろやった結果、これは何もわかんねえなっていうことが分かった、まあ数年間だったわけなんですよ。で、それからカルダノが上場して、なんかね、詐欺だと思ってた通貨がいきなり値上がりしてね、わすごいなぁと、短期間で値上がりしたなぁみたいな感じだったんですよ。数ヶ月でね、やっぱこう何百倍にもなりましたんでね。かと思ったらまた数週間でぐーっとね、価格が下がっていってみたいなことを繰り返していって、でビットコインがガーッと値段上がったと思ったらね、ビットコインがズバーッと値段が下がるじゃないですか。だからこういうふうにジェットコースターみたいに上行ったり下行ったりしながら徐々に上がってるわけなんですよ。だからそれをね、何ヶ月の単位とか何週間で見るか、お金を投じたその次の瞬間に一喜一憂するのかっていうことですよね。だからやっぱこう何年とかね、少なくとも10年とか20年ってスパンで考えてたら、ここ何日かの乱高下なんてのは本当に、ね、通過点でしか過ぎなくって、これをいちいちね、どうこう考えて理屈つける必要は全くないかなと思いますんで、まあ、だからあんまり暴落しただとかね、なんか急騰しただとかね、今が買い場ですとかね、次はこうなりますみたいな、まあ、いろんなことをせずがありますけども、まあ、どれ一つね、誰も何も分かってない状態でそういうこと言ってるだけなんで、あんまり動揺しなくていいんじゃないですか。まあ、またね、暴落したっていいじゃないですか。ね、なくなることを覚悟して入ってるわけでしょ。いちいちね、そういうのをビビらないってことなんですよ。だから結局、値段が下がったらどうしましょうかっていうふうに動揺すると、そこにですね、で、代わりにこれで取り戻しましょうみたいなセールスがうまくいっちゃうわけなんですよ。まあ、いろいろと話しましたけども、ちょっとね、相場の方一応見てみましょうか。まあ、毎日見てれば、こんなこともあったなって思い出すことばかりなんですけどね、コイン月光でございます。ビットコイン480万ですけども、もともとどうですかこれ。去年の今頃、私いつも言いますけども、100万を超えたらちょっと高いっていう感じがするんじゃないですかっていうことね、去年話しましたよね。今、100万を超えてるじゃないですか、十分。だからこれをね、暴落って言ったらダメですよ。480万。とてつもない高値ですよ、こんなの。誰がこれを暴落って言ってるのか。だからこの2、3日のことを言えば暴落ですよ。でも2、3日でトレードって終わるもんじゃないですからね。よくよくその辺捉えていかないといけない。イーサリアムもそうですよ。私がね、1万円儲かりましたって次の瞬間、値下がりして、ざまーとか思ってる人もいるかもしれないですけども、いや、そういうもんだからみたいな。値段は下がったり上がったりしながら、で、最終的にね、人生が終わるときに決算するわけですからね。A だ。ね。95円。暴落ですか、これ。ずっと2円とか3円だったわけですよね。プレセール 0.2 円。リップルも20円とか30円でもうダメかなと私話したじゃないですか。それに比べたら今ね、50円とかになってますから、全然いいんじゃないですかね。じゃあ、肝心な、ゼンフィン見てみましょうか。ゼンフィンが肝心かどうかね、人それぞれですけども。ゼンフィンネットワーク何位かな。あ、124位ですね。2.37 円。あんまり価格変わってない。グラフだけ見ると暴落に見えるんですけど、だってこれね、4円とか5円になったことがないんですよ。ちょっと前でも3円ぐらいでしょ。7日足見てみましょうか。3円ぐらいですよ。3円が、3円ちょっとが、3円強が3円弱に変わって、暴落ってことはないですよね。うん、他の通貨のビットコインとか、
イーサリアムっていうのは出来高があるから大きく下がるわけなんですよ。一人当たりの所有単位も大きいですしね。まあだから全然ビビる必要なしと、うん、人をビビらせるようなね、あんまり動画に負けないでくださいね。こんなことで暗号通貨の投資は終わっちゃダメですよ、うん、もっともっとね、来年の今頃とか3年後の今頃とか5年後の今頃とか見とかないといけないですよ。5年っていうと生まれたばかりの子供でもさあ小学校に上がろうかっていう、そんな時間の流れですからね。まあそのぐらいのね、ゆったりとしたスパンで見ておかないと。なんせね、不動産よりも土地よりも他のね、債券よりも証券よりも難しいんですよ、うん、誰も分かってないんですから。いってらっしゃい。